三軒茶屋交差点右が、世田谷通り、玉川に架か,かる玉水道橋。手前が、神奈川県川崎市多摩区。対岸が、東京都狛江市、鶴川駅東口交差点。右手前から左奥へ続く、東京都町田市金内一丁目交差点。左から来た後左折して右奥へ続く、菅原神社交差点。右から手前へ続く。 左奥から来ると道18号の合流点である。町田市、手前から左奥へ続く。右奥から来ると道52号の終点である。終点、中町交番前交差点。境愛道路のため、鶴川方面からの一方通行となっている。東京都道、神奈川県道3号世田谷町田線は、東京都世田谷区三軒茶屋から、東京都町田市に至る、主要地方道である。 通称は、世田谷通り、津久井道、鶴川街道などであり、俗に、世田、道、または、世田道、世田町などとも呼ばれる。かつて、神奈川県道、東京都道57号相模原大倉町線の一部と、東京都道47号八王子町田線の一部を、開始、国道413号、国道412号へと伸びる道があった。 制度的に作られた道ではなく、生活や商業の道として活用された。この道は、津久井街道と呼ばれ、甲州街道の裏街道として、また絹や、川魚、川崎特産の全寺丸垣や黒川丹などの、江戸への運搬に利用されていた。東京都市計画道路幹線街路補助線街路第51号線に、あたる世田谷区の区間は1964年。 東京オリンピックに合わせて整備された。現在の東京都道、神奈川県道3号世田谷町田線は、1993年5月11日の建設省告示代1270号により、主要地方道として指定されている。同じく、東京西南部から神奈川県西部に至る、 国道246号に比べると河川に近いところを走るため勾配が緩やかとなっているが信号数も多く地域の生活道路であり主にに車線なので渋滞が激しい。このため日中帯で世田谷と町田間全線をこの道路で走破する車は少なく同区間は国道246号か東名高速道路などで迂回する方が一般的である。特に 世田谷区内では路線バスが多数走っていることもこの道路の流れを遅くする一因となっている。本町田塾付近よりかつての終点だった原町田に丁目にかけては旧来の鎌倉上道を踏襲した経路で現在も境外である。小田急小田原線は北見駅以西でむねあたり路線に沿うように走っている。道路交通センサスによる世田谷町田線の 各地点での交通量はそれぞれ以下の通りである。土地点。世田谷区小前市川崎市摩区川崎市浅尾区町田市。ありがとうございます。